おはようございます、トゲです。ということで、トゲ吉、無比弾で、神田会がしたいよーということでね、始まりました、トゲ吉の無比弾で神田会がしたいよーの企画、よろしくお願いいたします。まあ、前回もね、説明させていただきたいんですけ、前回もね、説明したんですけども、まあ、改めて、初めての人もいると思うので、ルール説明をしておきます。まあ、被弾をしてしまうと、まあ、終了ですわね。まあ、その時点でレースは終了と。で、そこまではいいんですけども、まあ、雷、トゲゾウコーラ、1位コーラも被弾に含まれます。で、その代わり、まあ、落下は OK にします。その落下は OK なので、まあ、明らかに被弾しそうだなって赤コーラの警告が来た時に、落下できるところがあれば、落下をして被弾を避けると。言ったことをね、していきたいと思います。で、それで無被弾で、神田会できりゃ、もう気持ちいいだろうと。というか、もうマリオカートでさ、1位と、危ないぞ、あいつ緑コーラがちょっと危ないな、あいつあ、ぶねえファイヤー危ねえマジで危険すぎるんですけどもね。まあ、この企画ね、俺の作戦がございまして。まあ、もちろん、後ろから。で、無敵アイテムを持ってる、このスターを持ってるという四方八方ね、防げるんですよ。キラー、キラー、スター、テレサとかはね、防げるので、今いいね、キラーとスターですね。いや、これはかなりいいので、まあ普通にここ、まあ普通に勝ちたくもあるから、ロンキュっていこうか。勝ちたくもあるんで、あー、赤コーラ3つか。まあ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 、スターもあるんでね、まああの赤コーラには被弾しないでしょうということで。いや、いいんじゃない？順調じゃない？で、これ、まあでもここでスター使わされるの痛いよな。もっとこう、バグボゴに使いたかったけどなっていう感じないけど、サンダーもね、回避しないといけないんで。ちょっと厳しいね、これ。バグボでちょっと止まってもよかったのかな、ワンチャン。いや、もう近畿の消費して、ワンチャン無敵出ることに祈るか、このダブルで。で、まあ絶対サンダーはあると思うんでね。サンダートゲはあると思うんで、このコース。いやー、ちょっと待って。あ、キノさんかー、キノさん、ミドさんかー、ちょっと待って、ミスってるって、もう変なことなってるよ。じゃあもうこれ落下したんだ、早いって。はい、ということでね、気を取り直していきましょう。あ、終わりじゃないんですねっていう、その、まあ、レースは終わろう。でもちょっとなんか悔しい。悔しい、だがこれでいい。なんかいけそうじゃね、今日。っていうので、まぁ、ちょっとね、特別に、まぁ、何レースかやっていく、いければなぁと思います。まぁ、まぁ、仏の顔も3度までって感じなんで、まぁ、できれば3レースぐらい挑戦させてほしいんですけども、まぁ、このレースね、このコースね、あの、パックン神殿なんですけど、パックン神殿はちょっとあんま勝てる気しないので、もう、ほぼ諦めてるんですけど、でもまぁ、まず無被弾で、まあ、でも、レート上がれば、無被弾でレート上がれば、まあ、なかなかすごいんじゃないっていう、レート上がる順位ね。まあ、その部屋によってレートが上がる順位が違いますけども、まあ、それできればいいかなという、このレースはそれを狙います。で、この次のレースで本気出します。ということで、よろしくお願いいたします。まあ、普通にスター使ってかな、ダブル割って、まあ、ショート化します。大きくショート化して。まあ、ここはね、コース幅も広いんで、まあ、そんなにこう、跳ね返りとかもね、大丈夫でしょうって感じだよね。まあ、予知できるでしょ。その跳ね返りが来るっていうの。ちょっと狭いところがあるときついんで、ちょっとこの階段とかはね、注意していきたいんですけど、まあ、全然大丈夫と、いう感じ。スター、まあ、ちょっと、前近いな、テレサもいるんで、まあ、ワンチャンスターも取らないようにして、スター使いながらダブル。いいんじゃない？めっちゃいいんじゃない？順調よ。うわ、無敵出ないか、これ。サンダー降りそうな気もするけどね、ここはちょっとスライディングモアしといて、すいません、モアスライドですね。モアスライド、ちょっと微妙なんですけど、まあまあまあいいでしょうということで。いや、キラー危ないか、これ。いや、ちょっと、攻めるぞ。イン攻めるぞ、俺。オッケー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 。インに来ないタイプのキラーね。お、いいんじゃない、いいんじゃない。まあ、サンダー降らなかったんで、いや、緑コーラ危ね。あー、取られるか。近畿の裏に無敵って思ったけど、まあ次、貝殻のところで、あ、危ねえ。貝殻のところで、あれ、無敵行くか。普通に行く。ほっ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 。ちょっと、もう、あと一回だけお願い。ちょ、あんなんわからんやん。そんな貝殻のね。バウンドとかさ、ちょっと予期しなさすぎでしょ、今のは。今のはなんか見てるよね。マリオカートの運営さん。マリオカートのゲーム自体が見てなんか楽しんでなかった。俺の被弾で終了させようとして。お、よし。こんにちは。一緒に頑張ろうね。サンダー振らしてね。俺が無敵引いてる。ということでね。まあもうここで決めます。
もう絶対もう男に二言はない。もう三度目の正直ってやつですね。普通にここで決まらなかったら、ちょ、緑コーラ、お前なんでみ、お前らってそんなところで緑コーラ持ってんねん。あぶねえ、ギリギリ避けたか、ギリギリ避けた、よ、あんま見てなかったな、俺画面ちょっと。なんか目つぶってたら、なんか、目にゴミ入ってさ、一瞬。え、でも多分被弾してないよね。多分ね、あのみんなの画面にも多分、ゴミ映ってたと思うね、一瞬。今のちょっと見てなかったな、なんか、え、トゲ来てた、嘘、マジ。まあロンキューツは一旦ね、ちょ、ごめん、あのごめん、そのあ、今集中してるから話しかけんのって普通に。え、あの俺被弾したっけ、多分してないよね。オッケー、いけるぞこれ。打開いけるぞ。無敵2枚持ちなんでね、だから運いいよね。なんかずっと無敵出てない。さりげなくここは被弾ケアします。被弾しない男はこういうところでちゃんと被弾ケアします。早めにスタイル、うーわ、8割させられた、あいつ。え、なんか無敵2枚出ましたけど、8割で。ちょっとあいつ頭ええなと思ったけど、頭悪いか。俺に無敵2枚引かしてしまった。ここでロンキドンドン、サンダーもドン来た。サンダーをもかいくぐる男、これが被弾しない男、トゲ吉。いいぞ、どこまでいける、結構いけるか。3位、キンキの勝ちました。こんなん赤コーラ来おへん限り絶対勝てる。赤コーラとかやめてな、そのオチとかいらん、マジで。ちょっと欲しいけど、ちょっと欲しいけど、まあ普通に1位取るか。トゲゾーコーラ来てるけど追いつけません。来ました、来たー、成功。